カート、もしくはアミオでアラビア茶の木は熱帯高地に自生する西金魚科の常緑樹の一種。アフリカのエジプトから南アフリカの高地林に自生し、北東アフリカやアラビア半島南部で生産される。その国の古障ではガット、チャット、ミラーなど様々に呼ばれる。西金魚科であり、椿バ科の茶の木とは禁煙ではない。カートはエチオピア、ジブチ、 ソマリア、ケニア、イエメンでは嗜好品としてたしなまれている。カートの歯には、興奮性の物質であるカチノンおよびカチンが含まれる。それぞれ無期精神薬に関する条約のスケジュール I と3に指定され、国際的な管理下にある。アラビア茶の木自体には、国際的な規制はないが、欧州でも15カ国で規制下にある。英語のカートは、 アラビア語から取り入れたものである。他国での表記は、アラビア語、ソマリ語、コット、発音、キロトン、ゲーズ文字、エイティである。ケニアのスワヒリ語で、ミラー、ソマリアのソマリ語で、ガット、ウガンダのガンダ語など、バンツー継承語ではマイルンジ。エチオピアでは、公用語アムハラ語のチャットが、一般的で、オロモ語の字馬も広く用いられ、スラングはバルチャ。別の文献では、 イエメンで、カート、ソマリ語で、チャットやカート、ケニアで、ミラー、南部ソマリアでも、ケニアの影響で、ミラーと呼ぶ人が多いとされる。他の別名、コット、クワット、ハット、チャド、チャートなど。和名は、西木義家アラビアチャノキ族アラビアチャノキという常緑樹。原産地は不明である。標高1200から2500メートルの高地での育成が多いが、 500メートル程度でも可能である。アフリカではエジプトから南アフリカまで高地林に自生し、生産地はエチオピアやケニアなど北東アフリカの高原。抽出液は苦み、甘み、方向性がある。カチノンの構造カートの葉にはアンフェタミンに似た覚醒作用をもたらすアルカロイドの一種カチノンが含まれており、新芽の葉を噛むことで高揚感や多幸感が得られるほか、 食欲を抑制する効果もあるが、効果は非常に弱いものであり、コーヒーや酒などの刺激物を飲み慣れている人間にはほとんど効かない。使用方法としては、新鮮な若葉を噛みつぶし、頬の片側に噛みくずを貯めながら汁を飲み下していく。枝単位で売られており、葉を何枚かちぎりながら噛んでいき、最終的には一枝を噛みつぶす。カートを噛む男性、サナー。 イエメン東アフリカの一部の先住民族では伝統的な薬である。飲酒の禁じられているイスラム世界のうちアラビア半島から東アフリカにかけての地域においては酒などの代用として嗜好品として需要が高いが、イスラム世界のほとんどの国ではその特性のため非合法となっている。先進国でも多くの国では非合法とされている。エチオピア、ジブチ、 ソマリア、ケニア、イエメンでは法的な規制はなく、主にムスリムで嗜好品として、また、換金作物として、国際的に取引される。カートはイエメンでは合法であり、イエメン人の社交生活に、カートはなくてはならないものである。イエメンでは、午後になると、カートの若葉を噛みながら、街角に集まり、和やかに談笑している光景が見られる。エチオピアでも、合法とされており、 ムスリムを中心とする多くの人々に噛まれているらしい。ソマリアでもカートは流通しており、ソマリア沖の海賊の身の白金の一部がカートで支払われることもある。また、海賊行為や戦闘に出るときに噛んで恐怖心の抑制や気分包容を図ることもある。カート売り、ブラオ、ソマリランドエチオピアの経済は外貨獲得の6割以上をコーヒー豆の輸出が支える。 モノカルチャー経済である。だが、コーヒー豆の国際価格は一時期に比べて激しく下落しており、ドキュメンタリー映画、美味しいコーヒーの真実によると、コーヒー農家はせいぜい豆 1kg あたりにブルー程度の収入しか得られない。子供の教育や安全衛生までをカバーする、最低限の生活には豆 1kg あたり10、ブルー程度の価格が必要であると言われており、 コーヒー栽培に適した農地は他の作物を栽培するのに適していないため、コーヒー農家の多くは生活のためにコーヒーの木を伐採してカートの栽培に乗り出しており、カートが非合法とされている国を含む他国への輸出が彼らの外貨獲得に大きな役割を果たしていると言われる。イエメンはモカコーヒーが特産であり、またある程度の降雨があるため農業も行われているが、 カートの人気によって、それらの農地がカート畑に転換され、GDP の農業部門において3分の1を占めている。カートの栽培には大量の水が必要であり、それを賄うために大量の地下水を汲み上げることによる水資源の枯渇や地盤低下が懸念されている。イエメン政府は栽培や消費を抑制してカートへの依存を減らそうとしているが、 イエメンにおける全雇用の15%がカート関連産業であり、本格的な対策は取り難い。含有される物質については抗生新薬に関する条約において、カチノンはスケジュール I、カチンはスケジュール3である。しかし、アラビア茶の木自体は国際的管理下にはない。エチオピア、ジブチ、ソマリア、ケニア、イエメンでは規制されていない。ベルギー、 デンマーク、ドイツ、ギリシャ、フランス、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、スロベニア、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、スイスでは規制下にある。ありがとうございます。